どうも、アキです。パワープロ2016やっていきましょう。はい、というわけで今回は栄冠9 WBC 高校編の実況が無事春夏連覇を成し遂げられましたので、またオールスターチームのご紹介をやっていきたいなと思います。そしてですね、またまたこちらのオールスターチームを用いまして、とある最強チームとの対戦を考えているので、動画後半ではその件についても少しお話しさせていただきたいなと思います。では早速オールスターチーム見ていきましょう。まず野手のオーダーから見ていきましょう。はい、スタメン、まず1番サードに矢部くんですね。はい、なんと1番が阿南ではなくこの矢部くんになりました。理由はですね、まあこの WBC 高校で1番盗塁をしたのも矢部くんっていうのもあるんですが、なんとこの矢部くんの能力をしてもクリーンナップに割って入れないんですよね。というところで、じゃあ矢部くん何番に置こうかなってなった時に、まあ盗塁 B 走力100で、まあ本当に WBC 高校で過去1番盗塁をしたということで、まあ強打の1番で使っていこうかなと思います。はい。で、今までオールスターチームで1番を打っていた阿南に関しては、実はバント職人とか持っていて、まあ2番でも面白いんじゃないかなと。はい、いうところで、まあ打撃能力もちょっとパワーが低めではあるので、阿南を2番でいきたいと思います。この1、2番いいですね。はい。もうバンバン走ってもらいたいなというところでございます。阿南はどっちかというと、なんか2番っぽさ僕の中で昔からあったんで、はい、これは良かったですね。で、そのクリーンナップ見ていきましょう。3番にレフト、島ですね。はい。うわー、これ島ほんと最後甲子園行けてたらな、半端ない選手になったなというところですね。多分ミート100と、まあ総力 S がいけたんじゃないかなというところです。まあでもほんと現状でも、弾道4、ミート99、パワー S100 で、阿部比パワー比広角、流し打ち、固め打ち、初球、満塁サヨナラ、逆境、ローボール、対エース。いや、これは文句なしでしょう。チャンスも左も C なんで、まあしっかり、クリーンナップ。まあ3番打ってもらおうかなと思います。はい。なんて言ってもね、打率5割4厘。いやー、ほんとロマンでしたね。いやー、また栄冠9で島みたいな選手ぜひ育てたいなと思います。はい。で、その島を抑えて4番になったのが、まあやはり藤原かなと思います。まあ正直島4番でもいいんですけど、なぜかというと、島は威圧感は持ってないんですよね。はい、威圧感持ってると前後のバッターに対してまあプラスな効果があるんで、まあやっぱり4番は威圧感持ちがいいかなというところで4番は藤原でいきたいと思います。ただ、もう成績で決めるなら絶対こうですけどね。島は圧倒的な成績を残してきたんで、まあただその威圧感とかっていうところで、まあ藤原を4番でいこうかなと思います。まあパワーヒプル比っていうところでなんか4番っぽいイメージもありますしね。はい。で、5番に DH 石田ですね。はい、この石田は、このチームだと唯一ですかね。ミートパワーが両方100。まあちょっと特能は少なめではあるんですが、まあちゃんとパワーヒプル比は持っているので、あと粘り打ちですね。これ栄冠9で大活躍の特能だったので、まあ十分5番でいいでしょうというところですね。はい。で、6番にファースト岩井。まあここまで実質クリーンナップですね。はい。岩井と石田、ファーストのレギュラー争い厳しいなぁなんて思ってたんですけど、まあ DH があるのかと。まあ今回はね、DH 制を使って試合もやろうと思いますので、まあ石田の方が守備が悪いので、まあここ守備職人持ってるけど、DH。で、岩井をファーストのレギュラーで使おうかなと思います。はい。まあ岩井は基礎値が本当に素晴らしいというところですね。はい。で、7番にライト、西田ですね。はい。ただね、この外野最後の一枠争いもかなりレベルは高いです。はい。どうしよう。こうでもいいんだけどな、ポジションはちょっと後でもう一回考えようかな。やっぱりけど、西田が、守備職人早急持ってるんで、まあ、ライトでも面白いと思うんですよ。ただ、そうだな、センターは足が速い方がやっぱ、守備範囲にも広がってとかあるんで、ちょっとここは考えます。まあ、島のレフトは決定で、こっちはまあ、どっちでもいいかな。結構好みによるかなというところなんですけど。はい。まあやっぱこうします。阿南センターの、西田ライトで。うん。やっぱ早球 B でね、ライトからサードにブイーンと刺してほしいですね。はい。いやー、この能力です。はい。阿部比とかパワー比は持ってないんですけど、他の能力が素晴らしいというところですね。ちなみに他の外野のレギュラー候補としては、やっぱこの台の2人ですね。白石阿部。ここは結構迷いましたが、まあ西田なんじゃないかなというところですね。まあチャンスの場面に西田で白石ライダーとかは全然ありだと思います。はい。で、最後、セカンドも結構迷いました。特能の良さで、僕は宮本を選びました。はい。パワー比広角、流し打ち、粘り打ち、バント、内野安打、守備職人、春男で、早球 A。まあ、ちょっと総力面が低いかなぐらいで、基本的にはかなり整ってる選手なんですよね。はい。まあ他の候補としては、この寺田であったり、はいたんですけど、まあ寺田なんですよね。
だったら宮本でいいかなっていう、まあ、岡部なんかもちょっと候補にはなってくるかもしれないんですが、やっぱこの特能の数が結構魅力的だったので、まあセカンドは宮本でいこうかなと思います。はい。で最後9番キャッチャーはやはり富樫ですね。はい。まあ基礎能力だと富樫より上のキャッチャーは全然いるんですが、この WBC 高校って実はキャッチャー C 以上富樫しかいなかったんですよ。よくそれでねここまで戦ってこれたなと思うんですけど、やっぱり栄冠ナインだけに限らずこのパワープロにおいてキャッチャーっていう能力は、まあ、本当に最重要能力というか最重要特能になってきますので、ここは富樫にやってもらおうかなと思います。なので本当に栄冠ナインこれからねちょっと動画を見てて始めてみたいっていう方は、本当このキャッチャーが C 以上、まあ、特に B 以上だと特に強いですね、が来ればマジで大ガッツポーズしていいと思います。合宿とかではキャッチャーね狙っていくべきだと思います。はい。まあ、スターメンはこんな感じですね。はい。いや、かなりこの辺は迷いましたが、いやでもこのほんと7番ぐらいまで最強だなっていうバッティング、いや宮本も強いか、これは本当に戦わせると楽しみになってくるんじゃないかなと思います。うん。いやだってみんな打つよ、みんなマジで強い選手だよ。はい、というところですね。で、ベンチメンバーが寺田、やべ、これお兄ちゃんの方ですね。はい。白石、茂木、茂木はまあキャッチャーで足が速いというところで一つ特徴があるかなと思います。森下、水谷はまあ代打と威圧感というところで、まあ最強の代打みたいな感じで使ってほしいなというところですね。で、基礎値はおそらく一番いいキャッチャーである西野ですね。はい、というところになっております。はい。まあ本当にまだ2軍からね上げたい選手いっぱいいるんですが、まあ能力の高さを取るならばこんな感じになるかなというところでしたね。はい。まあ、北見とかは後入れたいかなと。一番迷ったところかな。OK。では続いて投手見ていきましょう。まあ、投手は基本的には全員入ってる感じですね。まあ、池上はロマン枠で入れようかなとも思ったんですけど、やっぱ投手能力は圧倒的に劣りますし、まあ、野手能力で見ても、やはりスタメンにはならないんで、しっかりと実力で選ぶと入らないというところですね。ただ成績が良かったんでね、みんなの印象はかなりあると思うんですが。はい。ということで、投手に関しては、まあ、先発適性を持っている人は先発で、あとは中継ぎ抑えに配置しているというところですね。まあ、おそらくこの高校のエースは、菅沼になるのかなと思います。うん、特能も多いですし、打たれ強さがいいなだけで、あと全部、まあ、段階特能は C あるんですよね。やっぱ強いなと思います。はい。もうちょっと総編があればよかったですけどね。はい。で、神保が、これね、フォアボールがなければよかったんですけどね、基礎値も良くて。フォアボールだけ怖いというところで、まあこの2枚看板みたいなところかなと、まあ、いうところですね。はい。神保の方が防御率はいい。で、米田、いやー米田ね懐かしいですね。折笠ね、これ初めて優勝とした時の折笠、富樫バッテリーですね。ここにも期待したいなと思います。はい。ということで先発中継ぎとかしとけば中継ぎで出る可能性もあるか。 OK。 で、あとは福住と、まあ、ここもこうするか。この3人の誰かが先発してもらおう、試合させるときは。はい。で、中継ぎが曽川、辻田、徳永、勝山、二見いいね、これが中継ぎエースだな、酒井さんというところで、抑えが並木ですね。はい、威圧感持ってるので抑えは任せたいなと思います。こんな感じでございます。うん、やっぱりそうっすね、この WBC 高校はまあ野手で天才2人引いたっていうところと、やはり島とかが入ってきたっていうところで、まあ野手のチームなのかなと思います。逆にウーム高校は結構投手がすごかったんですが、まあ、WBC 高校は圧倒的に野手が強いなというチームに仕上がっておりますね。はい。もう怪物打線にぜひねなってもらいたいなというところです。はい。でですね、この WBC 高校オールスターズとまあ対戦させるチームをね発表したいなと思うんですが、そのチームがこちらでございます。はい。 OB オールスターズですね。このパワープロ2016には、まあ、ポイントで OB を変える選手が、結構何人かいまして、まあ、そこから作ったチームでございます。はい。見ていきましょう。まあ、大体の有名どころは変えるかなというところです。はい。まずは野手から見ていきましょう。1番センター福本豊さん。はい。いや、やっぱり OB オールスターズ作るなら1番はこの人でしょうというところです。はい。盗塁 A、 走塁 B で、走力が94と、で内野安打を持っていて左打ち、チャンスメーカー。うん。いやー、積極盗塁、積極走塁、積極守備、素晴らしいですね。いやー、ここは外せないなというところで1番はね福本さんでいきたいなと思います。はい。
で、もうこっからがね、ロマンすぎますね。もう見えてるんで、名前の並びがやばいですね。2番レフト、張本さん。はい。実は張本さんも足すごい速かったんですよ。で、まあ、モバプロでも2番適性持っているというところで、まあ、本当はね、クリーンナップに入るぐらいの選手なんですが、まあ、他も豪華すぎるんで、2番を張本さんにしたいなと思います。安打製造機、盗塁日。粘り打ち、内安打。これ逆にめっちゃ2番っぽいですね。ただ、守備がめっちゃ下手なんですよ、張本さん。うん。いや、2番レフト、張本さんでいきましょう。途中交代についてます。はい。で、3番に、サード、長嶋さんですね。はい、ミスター3番に持っていきたいと思います。まあ、もう、言うまでもないですね。この特能の素晴らしさと、まあ、基礎値もいいと。いうところでございます。はい。そして、4番ファーストは、王さんですね。はい、この2、3、4、5の並びがレジェンドすぎますね。2番、張本、3番、長嶋、4番、王。そして、5番に、松井と。はい、5番には、ゴジラ松井選手を持ってきております。いやー、この並びがめっちゃ気持ちいい。うん、いや、これほんと WBC 高校と試合させるとかなり面白いんじゃないかなと思います。はい。で、6番には DH 小笠原選手を持ってきました。はい。いや、ガッツがね、得の素晴らしいんですよね。阿部比パワー比広角威圧感、それに加えて固め打ち、粘り打ち、内野安打、初球ハイボールヒッター。いや、文句つけるとこはないですね。素晴らしすぎる。はい、というところで、6番はね、ガッツに任せたいなと思います。で、7番セカンドは岡田さんですね。はい。まあ、やっぱ能力もいいですし、まあ、バッティングは特に期待できるんで、岡田さんにしようかなと思います。で、やっぱキャッチャーはね、古田さんです。はい。いや、いつか栄冠ないんで引いてみたい。早球 A、しかも球界の頭脳なんで、いや、これほんと相当面白い戦いになると思います。はい。で、9番にショート、石井拓郎さんですね。まあ、ショートは何人か迷ったんですけど、まあ、特能が一番豪華だったので、石井拓郎さんにしようかなと思います。結構、石毛さんとかとも迷ったんですけど、まあ、基礎値はちょっとこっちが多分いいんですよね。いや、でもやっぱこの特能の数、特に栄冠ナインやってて、石井拓郎さん敵で出てきた時のインパクトがすごかったんで、まあ、そういう点でも今回はね、石井拓郎さんにショート守ってもらおうかなというところでございます。で、あとベンチメンバーが、まあ、キャッチャーの控えに、まあ、打撃のいい田淵さん。はい。そして、ダイソーで、まあ、レッドスター、赤星。はい。赤星選手。で、まあ、外野の、まあ、守備固めみたいな感じで、秋山さん。いやー、マジで守備やばいな。守備固めかつダイソーみたいな感じですね。はい。で、まあ、ショートの控え。で、石毛さん。で、まあ、内野のユーティリティみたいな感じで、立浪さん。はい。で、あとは、掛布さん、そして、衣笠さんという、まあ、代打候補ですかね。の二人を入れております。いやー、これまたロマンだなー。いやー、これ、全員ロマンだな。普通に1から9まで最強打線だな、これもこれで。いや、これはね、特に古田さんの存在がかなり大きいと思うんで、マジでどっちが勝つか分かんないな、というところだと思います。はい。やっぱ、OB は、特能が豪華っすね、あと。うん。基礎値は多分 WBC 高校の方がよっぽどいいんですけど、いや、なかなか楽しみになってくると思います。で、投手の方はこんな感じでございます。はい、またまたほんともう、レジェンドたくさん入っております。北別府さん。神様、仏様、稲尾様。権藤、雨権藤。フォークの神様、杉下さん。そして、レジェンド、江夏。いやー、素晴らしい。はい。で、まあ、江川さん。そして、山田久さん。で、まあ、中継ぎは、豊田さん。これ、あれっすね。中継ぎはなんか、割と最近な気がしますね。OB って言っても。はい。抑えは、どうしようかな。大野さんか、江夏さんかで結構悩んでる部分があったんですけど、まあ、江夏さんは先発も結構やってほしいなっていうところで、どうしよう。これ、どっちでもいいんだけどな。ちょっとここはまた悩みます。江夏さんかな。いや、大野豊さんでもいいな。ちょっと悩ましいですね。はい。まあ、ただ、またね、調子をこう整えないといけないんで、やっぱ先発の枚数増やしたいっていうところで、江夏さんは先発の可能性もちょっと高めたいな。これでいこう。オッケー。はい、というところで、この2チームを早速今日戦わせたいと思います。今日の8時ぐらいからですかね、生放送を予定しておりますので、ぜひともチャンネル登録、そしてアプリの方でチャンネル登録ボタンの横にあるベルボタンですね。はい、チャンネルトップ のところにあるあのベルボタンをタップしていただくと、生放送を始めた時に通知が飛びますので、ぜひともチャンネル登録&、まあ、ベルマークのボタンもね、押しておいていただければ嬉しいなと思います。これはマジで面白い戦いになると思います。もう WBC 高校編の
集大成の動画ですね。はい、生放送でやっていきたいなと思いますので、ぜひとも皆さんお楽しみいただければと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、いやーマジで楽しみです。ぜひ皆さんね、一緒に盛り上がっていきましょう。では夜の生放送にてお会いいたしましょう。アディオース。